マチュアルのオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は札幌 STB ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。なんといっても新型、まあコロナウイルス感染症、まあここへ来てまた感染者が増加してきて、7波、第7波って言うんだけどな、もうどれが6波だったか5波だったかもな、忘れちゃうぐらいだわな。またそういった慢心、まあ油断がね、こうしてまあ感染者の増になってるんだと思うけどな。なんといってもよ、対策らしい対策が別にないもんな。まあワクチンを打つ、まあ打たないなあ、あとはまあ日頃から元気で、とりあえずこれ日頃から元気であってほしいですね。やっぱり免疫力がだいぶ違いますからね。やっぱり食うものは食って、ちゃんと寝るときは寝る。まあ今回はあれだろ、ケンタウロスだろ。たまらんな、強そうだもんな、いかにもな。俺はさ、まあコロナ一回も感染してないからさ、やっぱりここまで来てかかりたくないもんな、できればな。まあかかった方はね、本当にちゃんとまあ療養して、これだっていう薬っていうのもな、別にないみたいだしよ。まあ一応まあ発熱とかな、あと倦怠感を、また痛みを取るというね、薬はいろいろあるけどな。なんせお前ウイルスの方がさ、どん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 お前なんか成長しちゃってな、あらゆる薬を逃げていくみたいなね。それでお前ケンタウロスだからな、たまらんのこっちゃ。ああ、さて皆さんからいただいたメールを読ませていただきます。これは岐阜の愛子君からのメールです。秋のコンサートの発表ありがとうございます。最初に場所を聞いた時、なんかいつもと違うと思っていたら、今回は同じ場所2日連続をやめて他を回っていただけることということで大変嬉しいです。さすが千春さんです。毎年春と秋の2回山のふもとから名古屋まで参加。大垣は昭和55年5月5日魂燃やす時以来です。コンサートの前に千春さんが長い髪をなびかせ外で野球をしてましたね。フェンス越しに千春と叫んでいました。当時18歳だった私がまた行きますよ。いや、大垣でお待ちしますけどね。そうか、大垣は昭和55年5月5日魂燃やす時なあ。あら、タイトルが悪かったな。魂燃やしちゃったらお前毛がなくなっちゃったもんな。それまであったんだぞお前、なびかせて野球をやってたんだから。ああ、俺もさ、まさか魂燃やしただけでこんな風になるとは思ってなかったな。まあどっちにしろ親父の方もお袋の方もな、まあおじさんみんなハゲてたからな。これはどうしても自分もなるんだろうなとは薄々感じてはいたけどな。今こうしてラジオを聞いてくださってる皆さんの中にも、あ、松山千春と言ったら
まあ髪の毛があったっていうねイメージの方もいらっしゃると思いますし、今あったらね、誰お前って言われるぐらいもう姿形が変わってしまいましたからね。まあ今回も秋冬のコンサートでね、初めて行く街もねあったりなんかしますからね、幕が開いた瞬間ね、俺が歌っててもね、本当の松山千春はこの後だみたいな感じでね聞かれる方もいらっしゃるかもしれませんけどね、幕が開いたら歌ってたらそれは私です。松山千春が歌ってますから。さて今日はまあ FM ナックファイブとそれと STB ラジオはこれ生で聞いていただいてますんで、7月31日ああ各局さんは約1週間程度ずれますけど、いわゆるその7月末なんですよね。で全国猛暑でひどいだろう。あとこれな、各局さんは話はずれるけど台風5号で結構雨でね、本当に土砂災害がまあ本当に気遣われるような状況だな。札幌はよ、なんか知らんけど涼しくなっちゃったよ。6月のケツから7月にかけての30何度がな、ここへ来て、まあ30度近い時もあるんだけど、26、7度。まあ、ちょっと風が吹いたら、ん?みたいな、半袖ではいられないぞ、みたいな感じの天気になってきてるんですけどね。本当に、健康状態には気をつけていただきたいなと思ってます。また信教の宗教自由がありますから、どのようなね宗教団体に入信してても構いませんが、団体と個人これはまた別問題ですからね。俺もそう思う。なあ、ただ言えることはな、あなたがいるから神がいるんだから、これ間違えないでほしいんだけど、神様がいるから我々がいるんじゃなくて、我々がいるから生きてるから神は存在する。どういうことかというと、俺たちが、なあ、あ、太陽を見てな、それこそ原始宗教だな、太陽を見て、神様、と思った時に、太陽が神になるわけだ。それは、俺が神だと思ったからだ。なあ、太陽はお前自分でな、神様ですよ、ってな、登ってくるわけじゃないんだから。だから、何を信仰されるのも自由だけど、しかし布教活動、またその宗教団体がどんな活動をしているかっていうことを考えたら、果たして今までのように日本の宗教団体に対するまあ扱い方ですね、税金面のまあ優遇云々が正しいのかどうなのか、これ政治家でも旧統一教会に関係してた云々たくさん出てくるんですけど、これマスコミも悪いのはね、もう寄ってたかってそういう政治家を見つけ出してね、なんとかしてその言葉をコメントをもらおうとしてね言うんだけど、正直言ったな、わかんない団体、まあ平和だ云々だって言ってね、そういう団体に顔出していただけませんかっ
とかね、協力させていただけませんかって言われたら、政治家はもう票が命だから。なあ、さしてそんな、それが、ドーンとな、旧、統一教会って出てりゃ、そら、はっきりわかるよ。ところが、全然隠れ身の団体でな、そことお付き合いがあった、っていうだけでね、こいつとんでもない政治家だな、こうやって言うのも、何かな、って思うわな。しかしながら、その政治家たちが、やっぱり、宗教を含め、いろんな、まあ、管轄、いわゆる、まあ、利権、権利、許認可。なあ、どんな宗教団体だっても、これ許認可がないとな、認められないからな。そういう意味では、政治家一人一人も、もうちょっと、なあ、しっかりしてもらわなきゃなと思うわな。いや、本当にパーティーへ出ちゃった。あと、祝電を送ってしまった。それは、実に軽い気持ち。これは、俺は本当に、その政治家たちを擁護する、まあ、擁護するわ。あり得ることだもん。なあ。許せないのは、分かっていながら、なあ、手伝ってもらった。こういう政治がちょっと許せないな、と思うわな。いや、俺もさ、まあ、なかなか口に出してはいないけどさ、誰かの選挙応援をね、ずっとやってきてるからさ、よくわかるんだけどね。それは10人、20人がな、お手伝いしまーすって来てくれたらな、うん、その人たちがどういう素性の人であろうがな、いやあ、ありがとう、ありがとうになっちゃうわな。まあその辺のところ、マスコミもしっかりとね、やっぱり詳しく見ていってくれなきゃね。やっぱり政治家もかわいそうっちゃ、かわいそうだからな。さて、7月31日、うん、この日は、元横綱、千代の富士、秋元、三継、北海道は福島町出身、年は俺と一緒でした。奴が、もう6年前、2016年の7月31日に、膵臓癌で、亡くなった日です。まああんな小さくて力の強い横綱はなかなか出てこないと思うし、まあその後ずっと長く横綱をやっていた白鵬、白鵬、お前が一番強いと感じる力士は千代の富士さんです。まあ、やっぱり横綱は違います。って言わしめるほどな、ああ、強かった。けど残念ながら死んじゃったわな。三継、お前さ、今、相撲はさ、ちょっと人気なくなってきたしさ、スター選手が、まあ選手っていうか、関取が、いなくなっちゃってさ、でこれから伸びるなっていうような力士も見えないしさ、でお前の弟弟子の八角、なあ、八角が理事長だぞお前、なあ、流れはいつどこでどう変わるか。わかんねえわな。つくづく思うよ。お前が生きてりゃな。なあ。俺はな、お前を理事長には推薦するけど。果たしてな、理事と言われる方々がね、
お前を推薦してくれたかどうか、これなかなか難しいんだけどな。まあそこが、三つぐのいいところだったりしてな。お前がさ、1991年、引退した時にな、どこのテレビ局だったかな、千代の富士物語っていうのをね、作るんで、千代さんぜひ、主題歌を作ってくれませんか。ああ、言われてよ。おい、三つぐ、お前の、千代の富士物語っていうドラマができるらしいぞ。千春、主題歌作ってくれ。俺を、めったに頼むことないで。頼む。いい曲、作ってくれ。ってお前に言われて、なあ、せっかく作ったのにな。それから、まあ間もなくして、亡くなってしまったけど、今でも、お前は、俺にとって、誇りある、天下の大横綱ですよ。千代の富士物語の主題歌、松山千春、燃える涙。季節が目の前を駆け抜けたろう、気づかずにひたすらに歩いた自分らしく生きていたいと思うから、幸せとたどり着く近道は知らない、限りのない毎日に悔いは残さない、喜びと悲しみ背中合わせ、燃える涙はこぼれ落ち、ついてない自分を嘆くのは心を疲れさせるだけ、あの頃の勇気を取り戻して、たとえわずかな望みでも、幸せとたどり着く近道は知らない、限りのと悲しみ背中合わせ、燃える
涙はこぼれ落ち、喜びと悲しみ背中合わせ、燃える涙はこぼれ落ち、千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りします。私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑圏が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくはウェブで003-003.jp。 天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。マテマチャのオンザレディオ。さて、まあこの番組を聞いてくださってる皆さん、私がなあ酒や女よりも競馬が好きだということは十分ご承知のこととは思いますが、まあ今は札幌と新潟2会場で開催されてるわけでありますが、ん？札幌と新潟だよな。まあ本来なら3会場でやるんだけどな、今年はやっぱり猛暑なあ。これでね2会場でやってんですが、今日は札幌でクイーンステークスっていうね、まあ重賞レースがあったわけでありますが、レースが終わってなんとこのスタジオにですね、いわゆる JRA のまあジョッキー騎手ですね、まず一人目は北海道出身の田中勝春騎手。どうも。どうも。ご無沙汰しております。いや、本当だな。ご無沙汰って言えばご無沙汰だけど、俺は毎週毎週お前を見てるからな。まあね、はい、七夕賞を勝った時なんかな。すごかったやんか。そうですね。久々の重賞で。やっぱりあれか、はい、平場のレースと重賞ではだいぶ違うか、はい、まあ、やっぱり、全国に、民放のあの、テレビに映るじゃないですか。うん、やっぱ、重賞勝ったっていうのはやっぱり最高の気分ですよね。気分いいだろ、ほんで、まあ、勝原に、はい、まあ、日曜日、
レース終わったら、あ、飯でも食おうや、みたいな話してな。はい。うん、そしたら勝原が、まあ友達の、横山、和夫君というジョッキーを連れてきて、横山君、どうもはじめまして。こんばんは、はじめまして。横山和夫です。ちょっと今硬いっすね。いや、硬い。硬いのかいいけどよ。はい、今日のな、クリーンステークス、お前3着だべ。はい。3着。それでお前、横山が?4着です。4着だろ、うん、バカ野郎。俺はね、お前たち2人を絡めてね、3連単で行ってたんだよ。それが3着、4着ってどういうことなんだよ、バカだれ。謝れ。どうもすみません。あ、俺どうもすみませんでした。カズオ。はい。今日のレースはどうだった?そうですね。ゲートが、ルビーカサブランカは、課題だと思っていたので、うん、ま、この子なりに、ゲートは出てくれまして、うん、菅井先生とは、シュッと切れる足はないから、うん、早め早めに進出して行こうという、うん、競馬の、一瞬の切れ味はないんだ。っていう、ま、ちょっと距離の方も、うん、先生とも話して、うん、多少1008だと短いのかなという、話もしていましたので。カタール?はい。お前が乗った馬は?僕らは何も考えないで行くだけですから。いや、行くだけですからって言ってさ。行ってなんぼなんで。うん。うん、あれ、基本的に逃げ馬か?基本的に、逃げないと、いい成績出てないんですよ。うん、まあなあ、うん、逃げ残って3着なんだけど、最後惜しかったよな。で、もうちょっとだった。だよな。あと50メートル直線短かったら、うん、多分勝ってます。バカや。あのさ、この番組でな、競馬のことを知らないって方もな、ね、そうですね、当然いると思うんだけど、はい、まずそのジョッキーになろうと思ってたきっかけは、いやー、僕の場合はもう北海道の三井市町っていうところで、うんうん、まあ今新日高町っていうところなんですけど、新日高な、はい、うん、まあ実家牧場だったんで、うん、まあ背も小さいし、うん、周りの牧場のおじさん連中は小さいから、うん、騎手に向いてるんじゃないかと。騎手になれと、うん、でまあ半ば洗脳されて、うん、騎手になっちゃったみたいな。カズは、まあ、僕は父がもう競馬の騎手をしていましたので、横乗りだからな、もうこの道しか見えなかったですね。うん、はい、騎手ってさ、はい、上杖身長は関係ないのか、まあ、一応身長はまあ多めに、でも学校の規定では今、どれぐらい、僕が入学する頃は、規定はなかったんですけども、うん、ある程度今、骨密度検査っていうものがありまして。骨密度、それで今、大体の、これぐらいの身長になるのではないかっていう予想が、今ではつくんですよね。うん、で、体重は?体重は、決まってて43キロ以下。僕の時は44とか。ああ、その辺か。その辺ですね。うん、まあ、一応、重かったらやっぱりダメです。規定よりは。うん。いや、これ、競馬をね、知らない方は、うん、馬はいくら太ってもいいんだけど、騎手はダメなんだもんな、太っちゃな。騎手はダメですね。馬はな、480であろうがな、うん、500超えてもな、うん、走るものは走るけどよ。騎手が、それこそ60キロあったら、もうダメだもんな。うん、まず、決められた、負担重量ってあるんで。うん、定量な。定量が。うん。まあ、それに合わせて乗らなきゃいけないから。あれ、普通だったらよ、56キロ ?50、まあ、4から6、7まであるんですけど、うん、年齢とか、馬の、性別によって、あるんですけど。うん、カザールで今、何キロ?僕で今、51ぐらいですかね。51? はい。カズは?僕今53ぐらいで。53? はい。ということはお前、ハンデの52キロには乗れないわけだな。大丈夫です。それはしっかり体を落として、ダイエットしています。はい。できんのか?もちろんです。それも仕事ですから。プロだね、お前。一応プロですから。本当に上下何キロぐらいまで?いや、もうきっちりじゃないとダメです。
54キロだったら54で、うん、あの一応ほら蔵とかあるじゃないですか、うん、ああいうものを持って服着て54ぴったりじゃないとダメですね。まあぴったりというかそれ以下じゃないともう以下もダメです。ダメです。あ、ぴったりじゃなきゃダメなのか。ぴったり、はい、そんなに厳しいのか。厳しいです。はあ、うん、数は何キロ普段は、まあ、53ぐらいあるんですけども、うん、まあ今日は競馬52キロも乗っていましたので、うん、まあ朝はまあ 50.8 とか、うん、それぐらいの体重、あの素っ裸の本当に裸の服も着ない状態で 50.8、うん、でそこにあの勝負服とか靴とか、うん、プロテクター、プロテクターあとクラ、うん、腹帯、うん、で総重そこの加味した重量で52キロぴったりじゃないとた。そうやって考えたら、うん、なかなかバカではできませんね。まあまあでもこれが仕事ですので、まあ、もうずっと。お、はい、さすが横乗りの中心。続けさせていただきます。プロを感じますね。じゃあお前たちにはもうちょっと残ってもらってな。はい。松山千春のオンザレディオ。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培。毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない。アサヒ緑健の緑光青汁です。元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。もう40代50代60代どんどん年をね重ねていっても毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。本当に美味しい、美味しい青汁のアサヒ緑健です。博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。松山千春のオンザレディオ。ということで、今回は JRA なあ、まあ本当に免許を取られたジョッキーの方2人、まあどっちかといえば、年のいった勝春とまだ若いなあ和夫に来てもらったんだけど、二人に聞くけど、はい、飾る、はい、一番今までで思い出に残っているレースは、そうっすね、まあ勝ったっていうのは案外そんなにまあ残っているんですけど、うん、まあ勝った事実で同じぐらいなんですよ、思い出というのは、うん、でも負けたレースは結構残る、残りますね。何が残る？やっぱりね、小島太志厩舎の桜プレジデントとか、うん、あれ皐月賞負けたんですよ、うん、でデムーロに頭叩かれてる。あれは忘れられないですよね。いや俺も長いこと競馬見てるけど、うん、まあ一着二着争ってたな馬かな、うん、ゴルバン切った後だと、うん、騎手がよ、うん、優勝した騎手がな二着のお前にさなぶん殴るなんてなんてことすんだよな。普通だったらねありえないよな。ありえない。でも叩かれた瞬間何やったかなと思ってすぐに怒れなかったです、あの時は。うん、カズオお前にとって
思い出に残るレースは。まあ僕はやっぱりありきたりですけども、はい、初勝利の時が。お、うん、初勝利はなんていう馬？あのローレルカンタータという馬なんですけども、うんうん、あの僕が所属の師匠のところの馬で勝たせていただいて、うん、やっぱりもうそれは今でも覚えてますね。何レースか勝った？勝利まで。何レースか勝ったかっていうのはちょっと覚えてないんですけども、うん、もうあの僕3月デビューだったんですけども、うん、もう2ヶ月ほどちょっと経ってしまいまして初勝利まで、うん、結構時間もかかりまして、それだからこそ勝った時の喜びというのがもうすごく、みんなこういう景色を見てたんだなっていうのがすごく印象に残ってますね。あれそう、ファンの期待ってよ、はい、乗ってて感じる、はい、やっぱあのやっぱ下見所パドック、うん、パドックやっぱり人気しょってると、うん、圧感じますよ。感じる感じる。まあ特に一番人気なんか、そうですね、乗ってたらな、もうどんなことがあってもお前勝てよ。みんなだから自分のこと見てるっていう、なんかまあ見てないのかもしんないけど、うん、そういうなんかこう症状に駆られるんですよね。カズは？僕はそんなに気にしたことはないですね。お前どっちかったらひょうひょうと行く。そうですね。鈍感なの？あ、そうかもしれないです。そうなの、はい、お前そんなことないんですけど。親父は？父ですか？うん、ま、どんなレース内容だった？どんなレース内容というと、まああの逃げが得意か差しが得意か、 あの人はそういう何が得意、まあ、あ宇宙人だな。じゃあさ、やっぱりいやでもどういう意味で、やっぱその何するかは分かんないみたいな、うん、発想力が、うん、おー、うん、だからやっぱり後ろから行って、うん、勝ってみたり、うん、かと思えば大逃げ打って、うん、G1 も勝ったりとか、うん、まあな、うん、うん、まあ横乗りとは、うん、カタールは一緒にレース、うん、もちろんやってるよな、うん、そうするとあれ今回違う乗り方だなと、うん、感じる。感じますね。はあ、うん、でも大体あこう乗るんだろうなって思う時はありますけどね。うん、はい、そういう時は勝てる？いや勝ったりしますよ。はい、まあ、はい、まあ日本中央競馬界な、はい、ますます盛んになってくれると思うんだけど、最多勝利ジョッキーは誰かわかるよな？それはもちろん、武豊かな。武豊がさ、うん、今までで4363勝。これトップなんだよ。うん、で、2着が、お前の父ちゃん。はい、横乗りなんだよ。はい、な、2887なんだよ。すごいですね。なあ、そうやって考えたら、武、ひどいな。いや、ひどいっすね。そして、まあ、競馬の長い歴史の中で、3着が福永祐一さん。あなあ、はい。で、4着が柴田義富、うん。で、5着が田中勝春。え？そうなんですか？勝春。うん。ああ。トップ5。トップ5に入ってんだよお前。なんと、初めて、あ、自分今初めて、あ、そうなんすか。そうなんだ。カタールがこれから目指すジョッキー像、はい、はい、そうっすね。ジョッキー像やっぱりなんですかね、そう言われると、うん、まあまあ答えられないですけど、うん、やっぱり自分の思うような乗り方をして、うん、あのなおかつ結果を出す、うん、っていうのがまあ自分も今思ってることだし、うん、これからもそういう
後輩のジョッキーに伝えたいなとは思いますね。カズ、はい、お前の前はさ、親父が親父だからさ、うん、どうだ理想のジョッキー像は。まあそうですね、僕も、まあ、理想のジョッキー像というよりも今は本当にたくさんの馬を乗せていただいているので、うん、やっぱりその馬にその場に乗ったのは僕横山和夫ですし、うん、やっぱりその馬たちに一つでも上の着順、うん、いいレースをさせるにはやっぱり僕がもっと感じ取ってあげなければいけないところがたくさんあると思いますので、うん、そこをしっかり感じ取れるジョッキーになりたいと思っています、うん、いや本当に今回はな、こうして札幌開催だったからな、久しぶりな勝原にも会えたしよ、まあ和夫にもな、まあ和夫なかなか若いけどいいじゃんか。うんうん、しっかりしてます。お前 29？ はい、29歳です。カタールもいつになった？ 51 です。51だもんな。もう親子ですよ。だよな。けど、これからも、まあ、いいレースを、してファンのみんなを喜ばせてくれるような。そうですね。あ、一ついいっすか？いいよ。理想。うん。千春さんに馬券を取らせるのがいい。それいいですね。それいいですね。いや、いやよ。お前たち二人が乗った時は必ず、な、馬たんで。馬たんで。裏表で。行ってみたいと思うんで。今回ありがとうございました。いや、とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございました。松山千春のオンザレイディオ。食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのがアサヒ緑研オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン。その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも。緑子青汁のアサヒ緑研です。テニスの杉山愛さん。まあ私は、水、お湯、まあいろいろ、まあ暑い時寒い時に合わせて、ホットで飲んだり、アイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜても、ヨーグルトの中にかけても、すごく食べやすいですね。本当に美味しい。美味しい青汁のアサヒ緑軒です。松山千春のオンザレディオ。まあ今回ねゲストで来てくれた田中カサルジョッキーと横山和夫ジョッキー、まあこの二人なあ、これからも俺も追っかけていきたいと思うし、まあ競馬をやられない方はね、まあせめてあれだな、まあテレビかなんかで、ああこの人が勝春かとかね、あ、この人が、ねえ、和夫くんか、みたいな感じでね。それだけでも楽しいんじゃないかなとは思いますが、こんなメールをいただいてます。ラジオネーム、黒。愛するちいさま。毎回楽しく聞かせていただいてます。秋冬のコンサートツアー予定に、やっとやっと北関東に来てくれるんですね。ありがとうございます。勇気は、6年ぶりということ。絶対参加します。参加せずにいられますかって。自分は透析患者のため、週末にしか遠出はできません。ちいさまが勇気まで来てくれるなんて、涙もんです。なあ、苦労。今回な、東京2日間を1日にして、で、関東各地へ、スケジュールを
なあ、広げろ。俺は、いい結果になってるんじゃないかなと思うんだけどな。高岡、うん、富山の高岡か。ねえ、みのりん、君からのメール。千原さんが、40年前にコンサートされた高岡市民会館が現在解体されています。耐震基準を満たしてない古い建物だから仕方ないんですがね。長い間地元の音楽イベントを多数催してきた思い出の会館がなくなるのは本当に寂しいです。千原さんが宿泊された高岡駅前のホテルは当時は長森プラダホテルと呼ばれていた建物と思います。1階がパチンコ屋でしたよね。現在は別のホテルにリニューアルされてしまい、1階はコンビニです。まあ時代の流れですかね。この高岡の泊まったホテル、1階がなあパチンコ屋さんですさ。まあとにかくうるさいんだよな。じゃーんじゃーんじゃんじゃがちゃっちゃっちゃんじゃんちゃっちゃっちゃんがかかるからな。けど、そこでなぜかしら、まあ俺はいつもギター持ってね、寝てるからね。そんな、やかましいホテルで、旅の空からっていう曲を作ったんだよ。なあ、だからコンサートで旅の空から、を歌うときには、高岡のみんなへな、承諾を得て、今回は歌っていいでしょうかみたいなな、気持ちになるわけだよ。いや、ほんとにそうなんだよな。福井の春年です。おお、春年、元気か？春のツアー、無事に終わられて何よりです。暑さも厳しくなってきたので、十分体を休めてくださいね。そして、秋のツアースケジュールが発表になり、我が地元福井市のフェニックスプラザでの数年ぶりの開催を入れてくださり、ありがとうございます。去年の敦賀に続いて福井県での開催、しかもなんと今回はバースデーコンサートという巡り合わせ、千原さんの誕生日を地元のコンサートでお祝いできるとはこの上ない幸せを感じています。まあ、春年、俺も嬉しいと。まあ、嬉しいんだけどよ。春年っていうもんだからこれ、男だべ。まあ、男とお前、福井の夜を楽しもうなんてね、んな気持ちは。それだったらお前、競馬馬を追っかけた方がな、まだ、まあ本当に今回はね、東京、名古屋、大阪、二日間のところを一日にして、各地へスケジュール振りました。できればみんなのところへ、俺が出向いていこうと思ってます。楽しみにしていてください。松山ちゃんのオンザレディオ。九州、阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培。大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込み、お問い合わせは0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。 元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです。本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで、あの爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培、あ、
これだったら安心して飲めるな。選ばれ続ける美味しい青汁のアサヒ緑拳です。詳しくは 003-003.jp。 高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑拳と広商の提供でお送りしました。松山千春のオンザレディオ。これは札幌のラジオネームよしこの娘。松山さんのファン歴50年近い母が先週亡くなりました。65歳でした。母本人は決して私たち娘には言いませんでしたが、苦労の多い人生でした。唯一の楽しみが松山千春さんのラジオを聞くこと、松山千春さんの年2回のコンサートに行くことでした。娘の私たちには40年前ぐらいの函館のコンサート会場で出待ちをして松山さんに会えたエピソードを何度も何度も教えてくれました。また最近ではコンサートで隣の人と仲良くなったと喜んで帰ってきました。 CD を買うといい曲があると私たちに勧めてくれました。本当に本当に大ファンでした。どうしてもお礼を伝えたくてメールしました。よしこの娘、よしこに松山千春がよろしく言ってたと伝えてくれ。いいお母さんでしたね。俺も心で手を合わせます。今回最後の曲は松山千春、君に。
NAC5 Information。 NAC5 主催東海東京フィナンシャルグループプレゼンツ博士太郎コンサートツアー2022ビューティフルワールド、9月10日土曜日川口リリアで午後4時開演。詳しくはホットスタッフプロモーションまたは NAC5 のホームページで。つながったみたいだね。族のお前がリモートで何のようだ。転勤族の息子がオンライン帰省しちゃ悪いのかよ。何ところで話って。てっぺん取ったんだよ。てっぺんだと。引っ越し侍が引っ越し比較サイトの利用者数と提携者数でナンバーワンになったんだよ。誰が興味あるんだ。日本で一番使われててたくさんの引っ越し業者から選べるんだよ。エビデンスっていうやつあるのか。エビデンスうるせえんだよ。大事なことだから言ってやるよ。詳しくはホームページで。たけし引っ越し比較サイト引っ越し侍。 Make the future at when the high。 ガスはガスは水はウォーターは電力はエールは電力はエールは。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。